お疲れ様です。250番です。懲役太郎さん、ありがとうございました。天下一武道会に関する動画を出してくださってました。知らない方のために言うと、天下一武道会とは何かと。1分間の格闘技の大会でして、ドラゴンボールのコスプレをするというデンジャーファイト、ブレイキングダウン、丸パクリの企画です。開催は9月23日、このチャンネルで動画がありますので、今のうちにチャンネル登録お願いいたします。実はですね、これまで言ってこなかったんですけど、懲役太郎さんとお会いしたのはもう何年も前になるんですね。僕が YouTube を始めて間もない頃ですね。まあ、ふとしたことからちょろっと顔合わせしたことがあったんですけど、僕が本を書き上げたタイミングで連絡くださいまして、でその時に前にお会いしたことありましたよねということで、懲役さん、僕の本も読んでくださいました。で、まあ、よく書けてるねってお褒めの言葉もいただきまして、なんか雑誌にね、いろいろ記事とか書いてみたらいいんじゃないかと、そんなことまでね、おっしゃっていただきました。まあ、改めて別の動画で話しますけど、懲役太郎さんは今、任侠ホテルというものを作ってるんですね。画像をこの辺に出しますけども、これかなりお金かかってますよ。これもう一から改装してやってる形になるんですかね。もうこれ莫大な費用がかかってますよ。やっぱりね、影響力ある方がやることはすごいなということで、僕も一度泊まりに行ってその様子を撮影してこようかなと思ってますので、ちょっとお金がないんで、大会がね、終わってからになっちゃうかと思うんですけど、非常に面白いことやるなと思って、僕は遠目から見てました。で、話は戻しまして、風切花子さんという方がいらっしゃるんですよ。前の動画でもちょろっとお話ししたんですけど、懲役太郎さんの娘さんにあたる方なんですね。風切花子さん。で、その風切花子さんが、先ほど話した天下一武道会に選手として出場していただけるということで、ハイブリッドコースケさんの嫁さん、元嫁さんかな、と戦う感じになってます。まあ、どんな方なのか、チャンネル概要欄に貼っときますので、ぜひ見てみてください。まあ、この動画のタイトルはですね、その風切花子さん、娘さんを大会の日に一日お預かりさせていただきますということになります。まだね、すごく若いんですよ。二十歳ぐらいになるんですかね。で、女の子一人でね、心配だっていう感じで懲役さんもおっしゃってたんで、まあ、そこは大丈夫ですと、安心してくださいという形で回答させてもらいました。で、大会の対戦カードを改めて発表しようと思ってるんですけど、近々誰と誰がやりますっていうのを発表するんですけど、楽ちん TV さんと鈴研 TV の試合になるんですけど、鈴研 TV さんがですね、どうやら楽ちんさんにビビってバックれてしまったようなので、楽ちんさんと戦いたい方をただいま募集しております。で、選手の方もたくさん集まってはいるんですけど、どうしても階級が合わなかったりとか、こいつはやりたくないとか、俺はこいつじゃないと嫌だとか、そういうのが結構あってですね、なかなかすぐにですね、パパパッと決まらないような状況が続いてるんですけど、で、一応選手の締め切りは8月の15日ということになってるんですけど、まあ、どうしても出たいという方がいらっしゃいましたら、引き続き DM いただければ、検討いたしますので、よろしくお願いいたします。で、動画へのスパチャは大会の経費に回せていただきまして、僕の動画にスパチャをいただいた方に関しては、大会の動画が始まりましたら、協力者として名前をエンドロールにお名前かなんか出させてもらいますし、金額多い方には協賛として、試合が始まる前にお名前バーンと出して、そこから動画が始まるという感じにしようかなと思ってます。そんな感じで、まあ、僕は足を怪我してるんですけど、今病院に行って治してますので、大会始まる頃にはもう完治して思い切り戦える状態になってるかなという感じになってますので、いろいろね、こいつとやる、あいつとやるっていうのがあったんですけど、そんなこと言ってても対戦カードが一向に進まないんで、僕の相手は SP コースケ、ハイブリッドコースケということで決定になりましたので、コースケ君、今のうちに鍛えて練習しておいてください。そんな感じで今日の動画は終わります。お疲れ様でした。